ございました。本日もパレットトークのチャート分析をしていきたいと思います。本日8月の24日、今午前8時になって段階ですね、7時43分ぐらいですかね。こちら音声収録 YouTube 録画しております。本日の価格からまず見ていきます。93.8 円ですね。昨日ちょっとね、心配な売りが出たなというところで82円ぐらいまでタッチしたんですけども、その後ですね、急に、回復してきまして、今またね、上昇を試しているような動きです。こういうような、ね、状況のチャートになっていきますと、おそらくですね、ここからまあ、96円くらいまではまあ普通に上がっていって、まあ、ゆっくり100円に上がっていくのか、急にボンとね、でっかい陽線つけて上がってくるのかもしれないですね。まあ、どちらもありそうなシナリオなんですけども、まあ、下げてくるとするとまた88円ぐらいですかね。この辺に一回降りてきてまた上値を試すみたいなこともありそうですし、まあ、ちょっと昨日の82円というのはね、ちょっとまあ想定外だったんです。まあ、そこまで下がるとは思って一旦ね、急に下がるとは思ってなかったんで、あれでしたけども、まあ、昨日買えた方は良かったなっていうところで、いきなりね、もう10円ぐらい、利益が出てるということなんで、まあ、多分買えると思ってね、82円で刺していたわけじゃなくて、ちょっとまあ、刺しておいたら、約定してたみたいなところかと思うんですけども、まあ、一気に戻ってきたということなんで、まあ、大体下値はね、試したのかなというところ。あと、利益をね、確定したかった方の利確もある程度短期的な投資ですね。これは、ちょっと一回、済んだのかなっていうところもありますので、おそらく今握ってる方はかなりね、長期目線の方が増えているのかな。短期の方はちょっと昨日売っている方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、まあ、ますます売りがね、ここからは少ないんじゃないかなというところで、まあ、急落とかがね、他の仮想通貨が今調子いいのですが、この辺が落ちてくる場合はね、ちょっと前こちらのパレットも落ちてくるということはありそうなんですけども、今のところ他のものがね、まあ、特に新しいやつが今強いような傾向があります。まあ、XRP も強いんですけども、まあ、IOST とかですね、この辺、あとはベーシックアテンショントークンとかエンジンコインもしっかりしているので、比較的以前からあるものもしっかり上がりつつ、まあ、最近上場したというか、まあ、コインチェックの方には上場したようなものとか、あとはまあ比較的まあできて間もないというわけではないですけども、ビットコインとかに比べると新しめのものが結構調子がいい感じなので、まあこちらのパレットもね、特に最近できたものでありますので、まあ、その辺は多少ちょっとね、相関性もあるのかもしれないというところで見ているんですけども、そうですね。まあ、中でもやっぱり IOST とちょっと相関性高そうなイメージはありまして、こちらがね、結構上がって、今5円も目前までぐらい来てますので、まあ、この辺も上がってくるようであればね、まあ、逆に IOST で利益出たものがこっちに来たりとか、パレットの利益が、IOST に向かうなどということもね、あり得るんじゃないかなというふうには見てますので、まあ、しっかりした動きがね、両方とも続いているという形が、あるのかなというところですね。まあパレットのチャット分析に戻りますと、そうですね、まあここからいくと、まあおそらく96円ぐらいには今日の段階でもね、なりそうな感じもありますし、どうなんでしょうかね、まあ、落ちてきても92にパッと落ちてすぐカツンと上がるということもありそうですよね。まあ、ただ昨日のようなこう82円とかまでの下げっていうのはちょっと期待できないのかなっていうところなので、まあ、落ちてきても88円ぐらいでまた上がっていくみたいな感じでしょうかね。まあ、ただここからやっぱりちょっと上に行きそうな感じがあるので、とりあえず96円回復、その後、まあ、ちょっと横に行って100円ね、に行けるかどうかという。まあ多少やっぱりね、100円のところは意識されていると思いますが、100円でね、利益確定売りしようっていう方もいらっしゃると思うので、
そこはちょっと結構時間ある程度かかるかなと思うんですけど、そこ抜けてくるとですね、特に上のこうラインというのがあんまりないんですよね。ですので、上に軽くこう上がっていきやすいという形で考えてます。まあ、100円の攻防がちょっとね、これからの戦いというかになるのかなというふうに見ています。まあ、値段もね、下がりそうで下がってこないんですよね。他のものもそうなんですけどね。まあ、ですので、おそらくはまあ時間がどれだけかかるか分かりませんけども、100円にはいずれ行くんだろうなっていうところですし、まあ、行ってもらいたいなっていうのも正直見てみたいなっていうのがありますね。はい、ということで、パレットドッグ、朝起きたらまあ93点、まあ、9円ということで、まあ、大体予想通り、まあ、ちょっと思ったよりね、他のものも強かったですし、まあ、パレットもしっかり買いが入っているような朝のチャート分析でした。また午後もですね、チャート分析、パレットトーク今ね、ちょっとかなり動いてますので、しっかりチャート分析したいなと思います。ということで、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。